どうもどうも、皆さんこんにちは。テクスタイルのテルです。さて、今日の動画は今もなお数多くの質問メッセージが来ているものに対して回答とちょっとした解説をしていきたいなと思います。まあ、これはですね、僕の過去の動画で iPhone でアダルトサイトを閲覧しているとき、エロ動画見ているときに、トロイの木馬ウイルス感染とかですね、そういった動画が2、3本上がってるんですよね。でその動画を見ていただいた、数多くの視聴者の方から今も質問メッセージが寄せられます。でその内容が、90% 以上が、ほぼ同じなんですよね。そういった iPhone の挙動であったりね、症状を皆さん伝えてくれます。でそういった視聴者の方、これは勝手な僕の推測なんですけれども、それらの動画、最後まで見てないんじゃないのかなっていうのが勝手な僕の推測なんですけれども、なので今回はかなり動画を短くします。なので iPhone でね、アダルトサイト閲覧とか、ウイルス感染ちょっと心配になってるとかね、怖いと思われている方、4つのポイントだけ確認してみてください。この4つのポイントを確認してもやっぱりまだ心配だなっていう方は個別相談に来ていただいたらいいんですけれども、最低でもこの4つのポイントで特に何にも問題ないということであれば、 iPhone ウイルス感染している可能性はかなり低いと思いますので、この動画、 iPhone ウイルス感染心配しているあなた、この動画だけは最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ではスタート。では早速本題に入っていきたいと思いますが、まずはこの多くの質問メッセージの内容、おそらくこの動画を見ていただいている、iPhone ウイルス、心配になっている方も、大体同じような感じなのかなと思いますので、メッセージの内容だけちょっとご紹介させていただきます。多くの質問メッセージは iPhone でアダルトサイトを閲覧しているときに、トロイの木馬ウイルス感染みたいな、ちょっとここの文言が変わったりしますけれども、そのページが出てきてびっくりしてもう閉じてしまった方、ここの方ですね。でそれ以外の方はウイルス削除というリンクが出てきているので、そこから操作をしてしまった方で、さらに操作した上でわけのわからないアプリを、セキュリティのアプリですね、ほとんどがそれをダウンロードしてしまった方、大体この3つのパターンです。でその3つのパターンなんですけれども、 iPhone の挙動が突然おかしくなったっていう方が、約 90% 以上です。どういった挙動になるかというと、再起動を繰り返すっていう方がダントツで多いです。その次が頻繁に電源が落ちるようになったっていう方が、2番目に多かったですね。でその 90% の方が、大体同じような感じの質問だったので、今回さっきも言ったように4つのポイントだけ確認してください。たった4つです。まず1つ目は iPhone に身に覚えのないアプリが存在しているかどうか確認してください。当然ね、iPhone のディスプレイ上で確認するのも、必要なんですけれども、ここに表示されない場合もありますので、そういった場合は iPhone の設定から一般の中から iPhone ストレージ、この中にご自身がダウンロードしているアプリが下の方にバーッと出てきますので、そこを確認してください。でその中に身に覚えのないアプリがあったら削除してください。さっき言ったこうセキュリティアプリとか入れてしまったっていう方は、ちょっといろんなところを確認しないといけないんですけれども、そこにそういったセキュリティアプリが入ってるかどうかっていうのをね、確認してみてください。これが1つ目。そして2つ目は Apple ID に紐づいているサブスクリプションの登録をされているかどうかですね。これは金銭的な被害が発生する可能性もありますので、必ず確認してください。確認場所としては iPhone の設定から名前、一番上の名前ですね、そこをタップしていただくと、サブスクリプションの項目がありますので、そこをタップしていただいて、ご自身が例えば何かね、こう iCloud の容量のサブスクとか、登録しているんだったらこう出てくると思います。そこに何かこうセキュリティのアプリとか、こういろんなわけのわからない身に覚えのないアプリで何かこう毎月ね、引き落とされるようなものが入っているかどうか、もしここに入っているんだったら、ここからそのサブスクの解除することはできます。ただ登録した月の費用だけはかかる可能性がありますので、そこは要注意です。これが2つ目、サブスクの確認ですね。そして3つ目なんですけれども、これは1つ目に関連するんですけど、全くね、こうびっくりしてページを閉じてしまった方は、もう特に iPhone にウイルス感染しているっていうのは、もうほぼ、可能性としてはもうゼロに近いです。なので何も心配しなくていいと思います。ただそこから操作してしまった方っていうのは、さっきの1番目の身に覚えのないアプリを入れている可能性があります。それはほとんどがセキュリティアプリですね。そういったセキュリティアプリを入れている場合って、VPN の設定をされている可能性もありますので、その VPN の確認をしてください。
それは iPhone の設定から一般で下の方に VPN とデバイス管理だったかな、そこをタップしていただければ、その上のところに身に覚えのない VPN がこう表示されているかどうか確認してください。でここで一つね、まあ注意っていうわけではないんですけれども、ご自身が例えばセキュリティアプリをご自身のまあ身に覚えのあるものをね入れている場合、例えばまあノートンであったりウイルスバスターとかですね、そういったものをご自身が入れているのであればそこに表示されていると思います。ただここに身に覚えのない VPN の何か設定されているんだったら、これを削除してください。これが3つ目です。そして最後4つ目、身に覚えのないアカウントが追加されているかどうか確認してください。これアカウントと聞くと Apple ID ってこうね、こう錯覚するかもしれませんが、ほとんどがメールのアカウントがね、こう入れ込まれたりするので、iPhone の設定からメール、そしてアカウントで、それでご自身が iPhone で設定しているメールのアカウントが出てくると思います。そこに身に覚えのない、まあこう英語の羅列ですね、身に覚えのないアカウントがあればそこをタップしていただいて削除、消去していただければ、まあ特に問題ないかなと思います。まあここに身に覚えのないアカウントが出ているときって、例えば iPhone の画面にウイルス感染セキュリティアップデートとかね、カレンダーアプリの中にこうスパム的にね、こうポン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 セキュリティのポップアップが出てきたりする、まあ、そういった症状が現れやすいんですけれども、まあ、それがもし発生している方は、そのメールのアカウントの中におそらく身に覚えのないこうアカウントが追加されてますので、そこから削除していただければ、そういったこうセキュリティのアップデートとかね、まあ、それは偽物なんですけれども、そういったこう表示が出なくなりますので、これが4つ目、アカウントのまあ確認ですね、身に覚えのないもの。では今回の動画では iPhone ウイルス感染4つの確認ポイントをご紹介させていただきました。この4つのポイントを確認してもやっぱり心配だった方は X の DM 相談 LINE サポートを活用してください。 URL は下の概要欄の方に貼っております。最後までご視聴していただいてありがとうございました。ではまた。